平野紫耀、ウォータープレイの舞台裏、平野紫耀、全身濡れジョーク。今夜のパーティーで、テレビ将軍の地上波で平野紫耀が登場し、ファンたちを喜ばせました。そこで、この独特な一夜にフォーカスして、平野紫耀の真の魅力と社会的影響に迫りたいと思います。まず目を奪われるのは、平野紫耀の艶やかな黒髪姿。彼だけでなく、みんなが黒いブレザーをまとっていることから、このビデオは2023年の夏に撮影されたものと思われます。彼の顔は痩せて見えますが、その笑顔は今も輝きと生命力に満ち溢れています。そして、驚きと笑いの渦に巻き込まれた一幕。小さな湖のほとりで座っていた平野紫耀が急に強烈な噴水攻撃にさらされ、その瞬間、視聴者の心臓は一時停止したかのような感覚が広がりました。しかし、これはただのいたずら。紫輝くんは驚きと不機嫌そうな表情を浮かべつつも、周りは大いに笑いに包まれました。驚くべきは、その後の平野紫耀の対応です。いたずらされたにもかかわらず、彼は冷静で幸せそうな表情を保ち、笑顔で状況を受け入れました。編集部や観客が謝る中、彼はさりげなく幸福感をアピールし、その姿勢に多くの人が感心しました。このエピソードは平野紫耀が芸能人としてのプロ意識を持ちながらも人間らしい一面を見せる場面となりました。彼が笑いを提供するために一生懸命努力する姿勢は称賛に値し、ファンたちはその真摯な一面に新たな愛情を抱いたことでしょう。この出来事がテレビ将軍の地上波で再生されたことで、以前にも増してファンたちは将軍のパフォーマンスに心から感動し、彼のファンクラブが一層盛り上がりました。最後に、平野紫耀がこのエピソードを通じて見せた人間味あふれる一面は、彼のファンと一般の視聴者にとって、彼がスターだけでなく、心のこもったエンターテイナーであることを再確認させるものでした。これからも彼の活躍に期待し、驚きと笑いに満ちた瞬間に期待が膨らみますね。